皆さんこんにちは、ナナムーンです。これからイベントで京都に向かいます。行ってきます。横浜、名古屋、京都、新大阪、新神戸、岡山、福山、広島、小倉です。続いて朝ごはんは扇ヶ湯を持ってきました。パワーが出る扇ヶ湯ね、しっかりここで、いただきたいと思います。移動中ってみんな寝れます？ナナムーは基本移動中は寝れないですね。飛行機も新幹線もどんだけ疲れてても、どんだけ朝早くても移動中は寝れないんですよね。京都に着いたの。めっちゃ暑い。6月末、京都蒸し暑い、めっちゃ暑い。暑いです京都。これからリハーサルです。会場に向かってます。なんとリハ前に、すでに会場前にナナムー隊が駆けつけてくれていて、なんと東京からもね来てくれて、もう本当に嬉しかった。さあいよいよ本番前、ステージ横で、イヤモニをね、セッティングしていろいろ確認してます。Secrets.
shoes where there's no space or time. Said I love you for my life. Thank you. The Power of Unity ということで、こうそうです、ユニティ、こう団結とかこう統合とか調和とか、私たちが調和一つになった時のエネルギー、パワーはマジやべっていう意味の曲になってますので、はい。無事終わりました。この写真は、ステージ直後に、取材を受けている様子です。そしてなんと会場にパパムーが来てくれました。生歌というかね、こうリアルなパフォーマンスを見てくれたのは本当に久しぶりだったので、めっちゃ嬉しかったな。ナナクラブの T シャツもゲットしてくれました。この写真はね、京都駅で最後バイバイする時です。撮影バイママムーです。普段はね、関西と東京で、離れてるパパムーですけども、久々に、家族みんなでゆっくり、ご飯を食べましたね。パパムーが6月誕生日でもあったので、そのお祝いもしつつ、幸せな時間を一緒に過ごしてきました。
東京に戻るぞ。いや本当に愛があふれる最高のイベントでした。もうね、ステージの時も、皆さん温かくて、スタッフの皆さんも本当ね愛があふれる皆さんばっかりで最高の時空間でした。京都最高でした。ステージつながりといえば、今年10月18日にワンマンライブが決定しました。先行発売のチケットは7クラブ限定で発売中です。一般発売は7月20日からです。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイムー。